オンラインのゲストを集めてミックスキャスト4で番組を作ってみましょう。オンラインでゲストを呼ぶ方法には USB、LINE IN、Bluetooth があります。スマートフォンやタブレットを使用する場合は LINE IN、Bluetooth のいずれかを使用します。まずは Bluetooth です。メニューを起動し一番左のアイコンをタッチすると入力プロパティの調整メニューが表示されます。次に Bluetooth をタッチしてペアリングを開始しましょう。デバイスの Bluetooth メニューから MixCast 4をタップしてペアリング完了です。次は LINE IN をご説明します。ここに入力された音声はスマートフォンのアイコンのチャンネルに対応しています。 TRRS ケーブルを使ってスマートフォンとつなげてみましょう。この方法でデバイスで通話中のゲストの声を入力することができます。イヤフォンジャックのない iOS デバイスを使う場合はライトニング変換アダプターを用意する必要があります。ゲストをパソコンで呼ぶ場合も Bluetooth 機能を使うことができます。 Mac の場合はシステム環境設定から Bluetooth を選択し MixCast 4をタッチしてペアリングできます。次は USB 接続をご説明します。USB ケーブルでコンピューターに接続した後、オーディオ設定から出力と入力の両方を MixCast 4に設定します。ご覧いただいている手順から USB ミックスマイナスをオンにすることで収録中の音声の回り込みを防ぎ、相手にエコーが発生しないよう設定できます。ご説明した機能を使ってオンラインでゲストを集めてみましょう。信号の入力が確認できたらフェーダーを上げて全体の音声にミックスしましょう。またミックスキャスト4はミックスマイナス機能を搭載しています。これは接続したパソコンやスマートフォンの音声の回り込みを防ぎ、会話をしやすくする機能です。今回はミックスキャスト4を使いオンラインでゲストを呼ぶ方法についてご紹介しました。製品の詳しい仕様や展示店の情報は動画の概要欄からご参照ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。